倉沢彩菜、明るく元気、困ってる人を見過ごせない性格、風紀委員であり学園のアイドル的存在。高崎愛香、父親の再婚相手の子供で俺の妹、毒舌で皮肉屋だ。松浦安寿、学園に勤める国語教師、自分の美しさを自覚しプライドが高い。ふとしたきっかけで手に入れた人体掌握能力、他人の体を自分の意のままに操れるようになった俺は、この力を使って自分の欲望を満たすことにした。これは俺と三人の奴隷の物語。高崎くん。おはよう、高崎くん。今日も難しい顔してるね。倉沢先輩。ちゃんと挨拶しないとダメ。おはようは。おはようございます。よくできました。はなまる。あやな先輩。あ、ごめんね。風紀委員の子だわ。じゃあ、また学校でね。やだ、ぼーっと見つめちゃって気持ち悪い。今日はリムジンじゃないのか。相変わらず脳が働いてないのですわね、お兄様。どういう意味だ。先にあの女を落とすとしよう。相変わらず色っぽいよな。それで私に相談って。はい、近くに来ていただけますか。大きな声では言えないこと。ごめんなさい。大丈夫、高崎くん。どうして体が動かない。